キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあドラフト戦略、はい、今日は埼玉西武ライオンズというところで、はい、佐藤が2位予想しましたけども、うん、まさかの B クラス、うん、これドラフト戦略もめっちゃ難しいのよ、はい、なぜかっていうと、うん、山川次第っていう、わーどうなるんでしょうね。もうそこ次第なのよ、うん、野手で考えると、うん、まあ、あの渡辺君が出てきたっていうところもあるし、まあ、マキノンがね、うん、やっぱいい形で今年活躍してるんで来年もいるでしょうと、うん、ショートは源田でセカンド外崎で外野が、まあ、ペイトンも、まあ、怪我もあったっていうところあるけど、まあ、ちょっと物足りないけども、うん、で、まあ、その他には、まあ、昼間がね、うん、いい形で出てきたっていうところもあるけども、でピッチャーは高橋光成がね、うん、ちょっとポスティングであのメジャー移籍っていうところもあるけども、はい、全体的にはやっぱ外野あと後ろ、うん、っていうところが補強ポイント、うん、リリーフ守護神含めて、うん、今ねあのクリスキー、はい、DeNA にいた、ね、うん、昨年か選手が西武入って今クリスキーがね抑えやってるっていうところもあるけども、はい、ちょっとエンスが今年ねちょっとパッとしなかったっていう、うん、だから補強ポイントはピッチャーが外野かなっていうね、うん、ところはあるけども、はい、その時はもうねできましたドラフト1位。私はもう1位決めちゃいました。決めた、はい、じゃあ佐藤からいきます。はい、第1回選択希望選手埼玉西武ライオンズ前田優吾。おー、大阪桐蔭高校。ここを、はい、はい、いいですか先に、はい、第1回選択希望選手埼玉西武ライオンズ仙台育英高校高橋光輝。名前先だからそうですか。これ悪かったでしょ。俺仙台育英高校全員の中の誰かっていうのかなと思って高橋光輝仙台育英高校そうでした。言い慣れてないからね。いつも佐藤さん言うから、うん、どう高橋君そう言っていいですか。第一の選択希望選手ちょっと似てるじゃん。似てる関野さんの声めっちゃ似てるよ。埼玉西武前田優吾。おー、大阪桐蔭高校。そこまで。あら、あったね。あれですね、うん、重複しましたね、うんうん、まあ、投手いるんだけど、うん、まあ、高橋光成が仮にポスティングで出たとしても、うん、そこまでめちゃくちゃズタボロになってるかっていうとやっぱ投手陣はいいじゃんね、はい、平も先発に来て、うん、隅田も良くなってきた、うん、で、今井もいる、うん、で、松本もいい感じっていうところで言うと、うん、まあまあそんなにね。でやっぱこのね渡辺くんがちょっともうちょっと頑張ってほしいっていうね、はい、ところもあるし、はい、で陽山もいて、うん、っていうところで言うと、まあ、そこまでね即戦力でどうにかしなきゃいけないかっていうと、まあ、そこまででもない、はい、で確かにリリーフもちょっと薄くなってるけど、うん、まあ、水上がちょっと今年落ちちゃったけども、うん、まあ、ここから上がってきてるかもしれないし、豆田君もね、うん、育成から試合下になって、はい、あとクリスキーでね、うん、っていうところもね外国人も生まれつつある佐藤がね、はい、左っていうところもあるし、うん、で、まあ、平井もいる、うん、で宮川っていうことなんで、まあ、補強したいのは山々なんだけども、はい、そんな別にねどうストライクで行く必要もないかなっていうね、うん、で野手も確かに外野補強したいんだけども、うん、まあ、井の一番で行かなくても外国人も含めてなんとかなるんちゃうかっていうところでは、うん、まあ、やっぱ高校生ナンバーワン行こうっていうところで、はい、どうですか先生。いや本当にそうです、うんうん、ナンバーワン同士ですからね、うんうん、はい、私も多分高校卒業のピッチャー行くんじゃないかなっていう気はしてて、うんうんうん、その中でやっぱ西武って今活躍している高橋光成投手、うん、今井投手もう甲子園大活躍のピッチャーですよ。そうしたらまあ育英準優勝でしたけど、うん、育英で大活躍した高橋君に行くんじゃないかなと、うんうん、そういう流れがありました、まあ 十分可能性あるね、はい、そういったところだからやっぱ高校生1位行くんちゃうかっていうところはね、私もそう思いますね、全員一致で、うん、ね、はい、っていうところと、まあ、でも外野も行っといた方がいいと思うね俺は、うん、それこそ渡来君とか、うん、それこそねエネオス、うん、外野スピードもあってっていうね、はい、うん、ところもあるし、はい、ね、あとはそうだね、やっぱこれか、ここか、どこですか、金田光大、埼玉西武大高校、地元だから、地元ね、埼玉か、地元、はい、まあ、この下位にね、下位、まあ、上位ではないと思うけど、まあ、下位に残ってたら、まあ、地元っていうところでね、うん、あるんちゃうかっていうね、うん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 、じゃあ、ピッチャー行って、まあ、外野ピッチャー、まあ、ピッチャーかな。1、2ぐらいでいきますか、うん、外野も取りたいけどね、うん、正直ね外野結構、まあ、いるっちゃいるんですよね、うん、いるっちゃいるけどいないっちゃいないなんだよね、うんうん、この
だからパワー系の外野がね、うん、ちょっと欲しいかなっていうところもあるんだけどね。だからパワー系の外野いない？パワー系の外野。パワー系ですか？うん、いない。飛ばすとか。飛ばすいる？ちょっと本当隠し玉なんですけど。また？怒られるよ。これね、独立リーグですよ。去年ね、僕チャノを外してたから悔しくて独立まで戻したら探してきたんです。独立のホームランバッターを探してきました。おーおー、これ面白いですよ。大泉君、福島レッドホープス、福島の、はい、岩村さんがね、やられてるところのことなんですけど、外野手、ファーストもできる左バッターなんですけども、独立のホームランバッターなんですよ。で、見てほしいのも、飛距離を見てくれて自分でも言ってくるぐらい、高校時代も高校生の53本で騒がれてたバッターなんですけども、逆方向にもやっぱホームラン打ってましたし、インコースの厳しいところもやっぱり肘抜いてパンってライト線に持っていけるので、これ面白いですよ。へえ、いいね。隠したんです、5位とか6位とかで、か1セカンドと1位でもいいんで、そうだね、取ってほしい。あとピッチャー俺もう一人セーブ推薦し、木村仁、九州共立大学、北九州のドクター K って言われてました。ストレートスピード高くて、だからリーフでも俺はいけると思う、そういった意味では、西武にいいんちゃうかっていう、僕西武に紹介したい左右ピッチャーですけど、リーフ誰、これまた隠してます。またそういうのも西武、木村達樹、平成国際大学、埼玉県の大学なんですよ。埼玉のピッチャーです。そこのね、あのピッチャーエースの子が代表の候補やったんですけど、その子ももちろんいいんです、150キロ超えるんですけど、その子はちょっと怪我がちで調子が悪いなって時にこの子が目立ったんですよ。ややサイド気味の長身の右のリリーバーなんですけど、パワー系で150キロ近く出る、噂ではヤクルトが行くんじゃないかっても言われてるんですけども、なんか地元西武だし、埼玉だし、注目してほしいなと思って。そっちの木村君？そっちの木村君。俺はもうこっちの木村君だね。やっとしたんですよ。で、まさか。仁じゃなかった。仁じゃない。俺はもう仁の方だから。あとはね、高校生のキャッチャーとかも、キャッチャーも取っといた。これ高校生のキャッチャーですか？いんの？いんのがいらっしゃるんですよ。オミラースカウトいんの？それ待ってました。待ってた？あ、まあでもあれですよね、山川選手とかも。平良投手とかも沖縄からなんで、いいですか？急に出てきたからびっくりしたけど、いるよ、いるの？中島にあれ送り込んだ。ああ、そうだね。沖縄尚学の大城和平。大城和平。確か甲子園全3試合で7つ盗塁されてるの全部阻止して、で沖縄の大会でも全部阻止してるんですよ。めちゃくちゃいいです。女性部いいね。西武俺もキャッチャーね、まあ森いなくなって古賀も出てきたり、次いるけど、次の選手いると思うから、ここら辺で高校生一発取っといても面白いんちゃうかって思うんで。ありがとうございます。え、何くんですか？大城和平。大城和平くん。じゃあキャッチャーだったら、まあ私前の動画でも言いましたけど、鈴木京くんと新妻京介くん、もうちょっと候補に入れていただいてね、ライオンズの皆さん。キャッチャー、伊達にオリオンビールの T シャツ着てないな。すぐ張り切って。今めっちゃ張り切って遠くから来たからびっくりしたよ。沖縄声聞こえましたもんね。でも正直面白いかなっていうところもあるしね。ひょっとしたら上武大の新藤君とか行く可能性もあるよね。キャッチャー古賀もね、その時の中央で大学ナンバーワンキャッチャーって言われてて取ったから、新藤君行く可能性もあるけども、1位2位はピッチャーでいいかなっていうね。でも外野もまあ取っときたいっていうところもあるけどもね。だから1位は高校生だと思うよな。いや、私高卒ピッチャーな気がしますね。ここは、で昨年1位で広間行ってるからね。はい、で高卒のピッチャーを1位で取ってるのでだいぶ前になると思うんですよ。もうそうだね、隅田もあったしね。はい、で松本とかもあれだしね。そうで、蛭間、隅田、渡辺、宮川、松本、あれ松本渡辺は高卒？いや、大卒か。で斉藤、多分今井投手の2016年から、そうそう、じゃあいいね、高卒だね。はい、これは、ね、1位にピッチャー、外野も取った方がいいし、キャッチャーもいると思う、このポジションは確実に取った方がいいと思うから、あとはもう山川次第なんだよね。まあでも、マキノンとがいいし、渡辺も出てきたから、そこら辺はうまく多分埋まると思うんだよね。であとはまあ DH をどうするかだけだけども、まあ、ドラフトとしてやっぱその戦略が俺は一番今のライオンズにとったら。でもあれどうですか、ちょっと体大きい人育てるの得意じゃないですか、おかわり
山川って言って、そんな、なんですか、先に行ったの選手行くとかないですか、4人目、おかわり4世、おかわり4世、それないですか、おかわり4世、しかもファーストしか守られんからな、もう大渋滞だよ、そうですか、うん、大渋滞、でも他のポジションも守れるようになるとかないんですか、守りだとしてもサードやろ、はい、いるやんそうです、もう大渋滞、大渋滞、ちょっとあの、落ちると大渋滞ですか、それを、いやもうそれは6位とかだったらいいと思う、はい、上位はもう お腹いっぱいやん、さすがにおかわりしきられへんねんもうおかわりいいよってなりますね、ちょっとキャラかぶりすぎるわ、うん、もうちょっと開けてからじゃあそういうタイプでいいですかね、あと数年後とか、大渋滞大渋滞してます、おかわり枠ちょっと大渋滞してるんで、ちょっと今は大丈夫です、今大丈夫ですかお腹いっぱいですね、でもまあ俺はこうね、はい、前回一はやっぱ高校生やろっていうグラウンド一ね、うん、そうですね、その気がしますね、そういったところでね、うん、見ていきたいと思いますけども、はい、ライオンズファンの皆さんどうですか、